2015年10月14日、養生番号によると、繰り返し、緊急車両用の車線を走行したとして、女性運転手に、中国全土で今年最高となる罰金が科された。女性は、今年3月からこれまでに、23回にわたって、違法に、緊急車両用の車線を走行したとして、6万9000円、約131万1000円の罰金と、138点の違反点数が加算された。女性は、一般の車線が混雑していない時でも、あえて、緊急車両用の車線を走行していたという。この報道に、中国のネットユーザーからは、人間性がなってないんだよ、緊急用の車線は安全だからか？指導だとでも思ってたのか？どれだけの力があれば、これだけわがままになれるのだろうか？永久に免許停止にすべきなどのコメントが寄せられている。